って言うかい。はぁ、そんなわけないでしょ。え、お前ら人間はなあ、こちらサイドがさな、ちょっとこう合わしとったら調子乗りやんな。ああ、調子乗りやんで、だいたいさな、俺お前ピカチュウってな、名前お前らが勝手につけた名前やからね。お前ら人間が勝手にな、勝手にお前俺らのな種族の名前をつけよって、うん、本当の名前を教えてやりますわ。本当の名前は金玉ネズミやからね。うん、金玉ネズミですわ。うん、なぜそうやって由来があるか教えてあげますわ。今日はね、金玉ネズミですわ。本当に金玉ネズミなんですよ。金玉ネズミですわ。金玉ネズミなんですわ。長いんですよ。これがお前本当に金玉ネズミ。長いんですよね。だからこれ言うでしょ、オオカブトって、オオクワガタってやっぱでかいんですよね、特徴がある。でも金玉がでかいネズミだから金玉ネズミですね。だいたいこれは勉強になりましたわな、お前ら。ピカチュウじゃないですから。ほいで、こっちがね、こっちがあれですよ、金玉ネズミをピカチュウってお前らが言ってるから、な、合わしたっとんねん。ビジネスで。ビジネスで合わしたっとんねん。なだから鳴き声も違うからね。鳴き声お前金玉ネズミやね。おお、金玉ネズミがお前ピカチュウって言うわけあらへんかな、お前。合わしとんねん。本当の鳴き声を今日は覚えて帰ってくださいね。今から本当の鳴き声言いますんで、引かないでくださいね。うん、野生の感じを出しますから引かないでくださいね。いきますよ、本当の鳴き声です。金玉ネズミの本当の鳴き声いきますよ。冬眠してました。たまには冬眠させてくださいよ。